不吟級小海艇は、スウェーデン海軍が運用していた小海艇の艦級、艦隊艦ミサイルを備えていたことから、アメリカ海軍協会など外部の観測筋ではミサイル艇とも種別される。船体設計は、ノルウェー海軍が1960年代中盤より収益させたストルム級をベースとしている。まず、プロトタイプとして、 イエーガレンが先行して建造された。童廷は1972年6月8日に浸水し、3年間にわたって運用試験が重ねられた。1975年より、その実績を踏まえた量産艇の建造が開始され、1978年から1982年にかけて順次に収益した。なおこのような経緯から、 映画連も本級に含められることもある。一方、主機関については、ノルウェー海軍が、マイバッフ MD872A を搭載していたのに対し、本級では、ブリアード級魚雷艇のものを再生して搭載した。校内での機動性を確保するため、最低速度は7ノットである。なお、火事を用いた、ローリング制御システムが搭載されている。射撃式装置としては、 デジタル式の P800 コンピュータを用いたサーブ QLV200 マーク2を搭載している。これは X バンドの捜索中追尾レーダーと空バンドの追尾レーダーを備えており、また追尾レーダーには TB カメラと赤外線暗視装置、レーザー測挙儀が付属している。なおこれとは別に広報用としてスキャンター009レーダーも搭載されたほか対戦戦のためには パッシブソナーを備えた。選手看板には手法としてボフォースマーク1 5 7トル単装砲を1機備えている。戦備看板にはペンギンマーク1艦隊艦ミサイルの単装発射塔を両元に各3機、計6機搭載した。またペンギン発射塔の代わりに嫌い、または爆雷24発を搭載できたほか、後には選手看板に エルマ対戦迫撃砲4機を追加装備した。なお1991年から1994年にかけて本級の内航危険造艇8隻は指揮官を完走するとともに、トードフィッシュ可変深度ソナーを搭載する階層を受けており、カパ連休省改定として区別されることもある。ありがとうございます。